で、まあ、ニューヨークたくさん日本食のレストランもあるんですが、やっぱりその精米したてのお米が美味しいっていうことを知ってる人がまだまだ少ないので、私たちが扱っているお米は全て日本産米にこだわっています。まあ、オーダーをいただいてから、まあ、翌日に精米をしてその日にシッピングをします。私たちはアメリカで唯一 の、 そのお米日本産米専門の。自社農場のザ・ライスファームというところは、日本の長野県の伊那の中尾というものすごくど田舎の中山間地で、中山間地になります。で、誰も作らないような銘柄を生産してます。四季がはっきりした環境で、かつ水が豊かな、まあ、あと日中夜の寒暖差ですねが大きいので、より甘みが強いお米が育てられてます。デリバリーが到着したので、これから、に貨物を下ろします。だいたい月に、15トンから16トン毎月輸入をしてます。アメリカでは保存食として扱われているかもしれないんですけれども、日本では生鮮食品として扱われてます。分け整理して棚に積んでます。で、倉庫は温度管理しておりまして、だいたいこちらですね、温度計が58度から63度 の、 間で保管をしてます。まずそこでの保管がうまくいかないと食味が落ちてしまうので、まあ、そこが一つ気をつけているところ。ここにだいたい15種類のお米が置いてあります。これは自社のファームで作っているお米になります。で、自分たちで作っているお米っていうのは、まあ、一般の生産、日本の生産者でも生産しないちょっと難しいお米だったり、特殊なお米を、まあ、自社で作って、これが業務用で使っている大型の精米機になります。これがだいたい1時間で600キロ程度ですね、精米することができます。機械が我々 の、 ビジネスにとって心臓の部分になります。ここに玄米を投入したら、ここで一次選別ですね、小石とかあと不純物をここで取り除きます。で、不純物はこういうふうに全て出てきます。精米は、米同士に圧力をかけて玄米の表皮、ぬか部分を剥いていくことになります。剥かれた玄米の表皮、ぬかはここにパウダーになってこういうふうに出てきます。で、6パターン、白米からそのブラウンライスまでですね、6パターン の、 精米具合で精米をしてお客様に提供しています。リンゴは皮を剥いたら目に見えるように酸化していくんですけれども、お米も同じように玄米 の、 皮を剥いた、いわゆる精米をしてから酸化、劣化が始まっていくので、やっぱりより精米したてが一番おいしく召し上がっていただくことができます。まあ、精米して得られるものとしては、やはり一番は食べやすさ、またはおいしさになります。で、私が今のこのビジネスにジョインしたのが2011年にシンガポールの拠点も設立しまして、各グループ企業への供給を担ってました。2019年に私がいる今いるニューヨークに精米所を進出しました。で、ここが少量用の精米をするルームになります。で、ここでは、我々日々ですね、クオリティのチェックをするために、まあ、自分たちで精米をして少しずつ炊いて品質のチェックをしていっております。で、少し黄色っぽく見えるんですけれども、玄米のすぐ下にうまみ層という層があるので削りすぎないように精米をします。なのでちょっと黄色っぽく見えるんですけれども、これが一番おいしい状態です。お米のプロフェッショナルとして、そのレストランのお米担当を私自身が担っているつもりで、レストランにサービス提供を行ってますっていう方と、実際にその、銘柄の選定だったりそのブランドの
比率ですね、ブレンドの比率を、まあ、一緒に選んだりするのは私にとってすごく勉強になったし、なので透明になるまで研ぐ必要はなくて、でこれをお釜に移していきます。水も入れていきます。で夏場は30分ぐらいこのまま浸積させておきます。冬場は気温の低い時はだいたい1時間ぐらい浸積させると芯が残らないで美味しいお米が炊くことができます。次が、自社ファームで作ってる、笹しぐれというお米を開けていきます。これも食べてみます。なんかトウモロコシとかそういう感じの香りが特徴です。で、しっかりとして歯ごたえもあって、まあ、粘りは少なめで、最近日本のトレンドとしてはこういうしっかり系のご飯がすごくご家庭でもよく食べられるようになってきてます。では今からデリバリーしに行きますので、それを積みに行きます。お米を積みに行きます。今日何店舗だろう。今日は5店舗だけ。大体その中価格帯ラインのそのレストランから吉野さんだったり一家さん のようなハイエンドのレストランまで我々はお米を提供させていただいてます。より精米したてのフレッシュなお米を使いたいということで連絡いただくことが、まあ、最も多いかなと思います。吉野さんのようにその日本でもアメリカでもその有名な、まあ、尊敬されているその寿司職人、もうちょっとこういう粘り の強い方がいいとかっていうブレンドの組み合わせだったりブレンドの比率を変えて、まあ、より吉野の寿司にベストなお米を2人で探しました。まあ、私が第一人者になると思うんですけれども、まあ、よりたくさんの方々に日本の精米したてのお米っていうのを楽しんでいただけたら嬉しいなと思ってます。私にとってお米はまあ、ソウルフードであり命の源だと思ってます。